江戸時代のトイレは紙があった。現代とは違う驚きのトイレ事情をまとめた。今回の歴史ゆっくり聞こうは、江戸時代のトイレについて紹介していこうと思います。お尻を拭くトイレットペーパーや公衆トイレなど、江戸時代のトイレ事情はどうなっていたのでしょうか。日本のトイレの歴史も踏まえてご紹介します。江戸時代のトイレ、用を足す武士。トイレの外では3人の家来が待っているが、めちゃくちゃ臭そうな顔で鼻をつまんでいます。これは長屋のトイレでしょうか。トイレのドアは下半分しかなく、一目で利用している人がいるかわかるようになっています。面白いのはトイレの壁。相合傘の落書きがあります。この絵は約200年前ですが、人のやることというのは時代が変わっても同じなのですね。日本のトイレの歴史を振り返る。江戸時代のトイレの前に、まずは日本のトイレの歴史を見てみます。福井県にある4000から6000年前、縄文時代の貝塚。この貝塚から、川に板を張り出した設備が発見されており、周辺からは化石になった排泄物がたくさん見つかったとか、縄文式トイレですね。排泄したら、川にどんどん流します。当時はトイレットペーパーはありませんので、お尻拭きとして、陶器のかけらが使われていました。お尻がズタズタになりそうです。ざっくり1400年ぐらい前、飛鳥時代になると、川トイレは変わらないのですが、建物の内部に引き込むスタイルになります。ちなみに、現在でもトイレのことを、川屋と呼びますが、その語源は、川の上に掛け渡して排泄物を流す建物、川屋に由来するとか。そして、ざっくり1000年ぐらい前、平安時代になって、トイレに一大革命が起こります。ポータブルトイレっぽい箱が登場します。名は、木箱、漆器製を丸、江戸時代までは長く活躍しました。なんだか災害や外出時の万が一の備えと誤解されてしまいそうですが、普段使いのトイレです。この頃のトイレは個室化されてないので、間仕切りされた部屋の隅っことかに箱を持っていき、用を足すのが平安スタイル。取っ手のようなものは、絹掛けと呼ばれるもので、こちらを背にしてこの、絹掛けに着物の裾をかけて用を足しました。ちなみに和式トイレの丸くなっている前方部分を、金隠しと言いますが、これは、絹掛けがなまったものと言われています。木箱は下部が引き出しになっており、排泄物が溜まると捨てました。ただし、木箱を利用していたのは上流階級の人々だけで、庶民は川などに垂れ流し状態だったとか。なお、当時は何をトイレットペーパーとして使っていたかと言いますと、木の板です。ウォシュレットに慣れた現代人にとっては、なんとも過酷な時代です。平安時代末期の遺跡から出土した、忠義と呼ばれる細長い木の板。別名は、クソベラで、その身も蓋もないネーミングに絶句します。忠義の使い方は想像してもらう通りです。一部の地域では江戸時代後期まで使用されていたとも言われています。捨てるのはもったいない、排泄物も大切な、商品。700から800年ぐらい前、鎌倉時代になると排泄物は肥料として利用されるようになり始め、汲み取り式トイレが登場します。そして、江戸時代には肥料への使用はますます盛んになります。江戸の農家は、肥料に使うから汲み取らせて、と、お金や野菜などを支払ってまでご近所のトイレに汲み取りに来るなど、排泄物は大切な、商品となりました。なんだかすごい話です。排泄物が肥料として利用された江戸時代、小桶を担いで排泄物回収に回る、下越がいという職業もありました。下越会が来ると周囲はめちゃくちゃ臭かったとか、庶民の賃貸住宅、長屋では、住んでいる人、棚子の排泄物は大家さんに所有権があり、排泄物の引き取り代金は大家さんのものになりました。その金額はなかなかのものだったようで、
大家さんにとって店子の排泄物は大きな収入源でした。ちなみに排泄物にはなんとランクがあったそうで、食生活が上等な大農や大商人の屋敷から出る排泄物は貧乏長屋の排泄物より値段が高かったとか。画面右にいるのは排泄物と大根を交換する行商人。排泄物が肥料となり、それで野菜が育つ。そして野菜と交換で排泄物を回収し、また肥料にする、無害地裁なしの完璧なリサイクルです。江戸が100万都市に成長しながらも、清潔な街並みを保つことができた背景には、こうした機能的なリサイクルシステムがあったのです。江戸時代、ついにトイレットペーパー登場。さて、江戸時代にようやくトイレットペーパーが出てきました。とはいえ、これは都市部に限ったことで、農村部では藁などをトイレットペーパーにしていたそうです。全国的に紙を使用するようになるのは、明治時代も中頃を待たなければなりません。で、江戸時代の都市部でトイレットペーパーとして使っていた紙とは、どのようなものだったのかと言いますと、浅草紙と呼ばれる再生紙でした。浅草紙は、墨などがついた古紙を水に浸して畑すいただけ、といったとっても簡単な再生紙。浅草紙は、紙としては粗悪品でしたが値段も安く、庶民もトイレットペーパー、落とし器として利用しました。ちなみに、紙は備え付けではないのでトイレに行くたびに浅草紙を持参したそうです。その浅草紙ですが、安いと言っても1枚1文、約15円しました。なので無駄にはできません。しかし、そこはリサイクル都市江戸、もちろんリサイクルします。使用済みの浅草紙はストックしておいてくず屋が買い取り、また再生されたというのですから、とってもエコ。長屋のトイレはどんなトイレ？江戸時代、トイレのことを関西では、接鎮、関東では、高架と呼んでいました。で、人々が使っていたトイレには様々な種類がありました。まずは江戸の職人や町人など、多くの人々が暮らした賃貸集合住宅、長屋のトイレを見てみましょう。これは江戸時代の下町、深川の長屋を再現したものの一部で、右に見えるのがトイレです。ドアは上半分が開いており、トイレが2つ並んでいます。さらにその横にはゴミ溜めがあります。長屋のトイレは男女共用の共同トイレで、総高架と呼ばれていたそうです。10世帯ほどが暮らす長屋でもトイレが2つ、というのが普通だったと言いますから、結構混んだことでしょう。しかもドアは上半分開いているし、プライバシーなんてあったもんじゃありません。ですから、江戸時代の人は、家の中にあるトイレに憧れたとか。ちなみに家の中にあるトイレ、内効果を持つことができたのは、武家屋敷や商家といった一部の人々だけでした。江戸時代の公衆トイレは驚きのサービス付き。江戸時代、江戸と京ではかなりトイレ事情が異なっていました。京には早くから、辻便所という公衆トイレが、四つ辻の木戸ごとに設置されていました。目的はやっぱり肥料用に排泄物を集めること。ちなみに欧米に公衆トイレが誕生する、300年も前のことだったと言いますから、日本は昔からトイレ先進国だったのでしょう。一方、江戸の各地で公衆トイレが設置されるのは江戸時代も後期に入ってからで、それまでは道路のあちこちで用を足していたそうです。江戸市中の10カ所に1803年、昭和3年に作られた公衆トイレはかなり豪華。間口 4.5 メートル、奥行き 7.2 メートルと広々とした休憩所付き。中には腰掛けもあり、利用者にはなんとお茶のサービス付き、しかも無料。なお、この公衆トイレは年間の運営費が500両、約4000万円と莫大な経費がかかっていたのですが、その費用はすべて排泄物を売ることで賄えていたと言います。考えられてます。さて、現在でも野外コンサートやマラソン大会など、人手が多いイベントが開催されると仮設トイレが設置されますが、
江戸時代もそれは同じでした。お花見やお祭りなどのイベントになると、仮設トイレ業者が現れ、1回の使用料として5文、約75円を徴収していたそうです。両国の花火大会の様子。人の波。これだけの人数がトイレを利用するとしたら、仮設トイレ業者はかなりボロ儲けだったんではないでしょうか。将軍のトイレ、水戸黄門のトイレ。庶民のトイレ事情の次は、将軍様のトイレ事情を見てみましょう。江戸城のトイレは、御養生と呼ばれていました。神奈川県横浜市にある臨春閣の川や、ここは紀州徳川家の別荘だったとか。御三家のおトイレということで、木製トイレは漆塗り、床面は畳敷きと気品あふれる空間になっています。下部は引き出せるようになっており、医者が健康状態をチェックできるようになっていました。江戸城の女の園、大奥にあった将軍専用トイレは豪華さもちょい一級。総ヒノキ造りの4畳半で、前の2畳には女中が控え、後ろの2畳に便器がしつらえてありました。便器は平安時代から続く伝統的お丸、火箱。将軍がしゃがんで用を足している間、寒い冬は火鉢が置かれ、暑い夏は女中が扇子で優しく仰ぎ、暑さと蚊から将軍のお尻を守りました。いわば冷暖房完備のトイレだったのです。さらに、用を足した後は、下から女中が柔らかく揉んだ髪できれいに拭いてくれたというのですから、やはり庶民のトイレとは全然違いますね。そして、水戸黄門のトイレもすごい。光圀が隠居後に暮らした、西山荘の小便器を再現したもの。のしの形をした小便器には、杉の葉が敷き詰められて、気になる音と匂いを消してくれました。さらに嫌な周辺への尿の飛び散りまでブロック、なんとも機能的なトイレでした。最後に、日本のトイレの歴史を簡単にまとめておきます。縄文時代、約4000年前。スタイル、川。流し方、川にそのまま。吹き方、陶器のかけら。飛鳥時代、約1400年前。スタイル、上流階級、川を建物の中に。流し方、川にそのまま。吹き方、木片。平安時代、約1000年前。スタイル、上流階級、箱、おまる。流し方、たまると捨てる。吹き方、木片。江戸時代、150から400年前。スタイル、汲み取り式前世。公衆トイレも登場。流し方、汲み取り、ウレタ。吹き方、古紙。セイゴメイド。ミタクラッド。アリガトゥ。モシヨカタラ。チャンニラトゥロク。ウォニゲサメスウ。コノシェアクノボトンウォ。アシタクダセ。Please push this シェアクボトン。Please push this Shayaku button. Edo. Kono Daugamo Meet Meet Kyudase ni. Please also see this animation. And please push this button. 落書きがあります。この絵は約200年前ですが、人のやることというのは時代が変わっても同じなのですね。日本のトイレの歴史を振り返る。江戸時代のトイレの前に、まずは日本のトイレの歴史を見て、江戸時代のトイレは紙があった、現代とは違う驚きのトイレ事情をまとめた。今回の歴史ゆっくり聞こうは、江戸時代のトイレについて紹介していこうと思います。お尻を拭くトイレットペーってみます。福井県にある4000から6000年前、縄文時代の貝塚。この貝塚から、川に板を張り出した設備が発見されており、周辺からは化石になった排泄物穴や公衆トイレなど、江戸時代のトイレ事情はどうなっていたのでしょうか。日本のトイレの歴史も踏まえてご紹介します。江戸時代のトイレ、用を足す武士。トイレの外では3人の家来が待っているが、
めちゃくちゃ臭そうな顔で鼻をつまんでいます。これは長屋のトイレでしょうか。トイレのドアは下半分しかなく、一目で利用している人がいるかわかるようになっています。面白いのはトイレの壁。あいあい傘の